事件は 10.9 ジャイアントシリーズ開幕戦に起こった。 10.23 世界タッグのベルトに挑む小橋秋山組をノーフィアーが粉砕。シックスメンタッグとはいえ、この完璧な勝利にノーフィアーが黙っているはずがなかった。悠然たる表情で高山がスリーカウント、おっと前に飛んでいます。おい、ファーリング、ファーリング、てめえらそんな弱くてよくタイトルマッチとか言ってるな。愛知県は俺らがやってるから、てめえらとっとと休んでおくのやめろ。この高山の発言に全権を握る三沢が即座に動いた。まあ、大森、高山、まあ、ノーヒアーがね、まあ、バニーとやりたいという気持ちが強いみたいなんでね、まあ、武道館で、まあ、今の段階ではノンタイトルということで、やらすことにします。これで 10.3 で最終戦でバーニングとノーフィアーの直接対決が決定。だがノーフィアーはあくまでもタイトルマッチにこだわった。丸腰でいくんじゃねえぞ、おい武道館。俺は世界タッグのベルト持ってるバーニングとしてやるんだからな。おい、なんか手土産持ってこい。その代わり別に小橋明はどうでもいい。もうベルトをね、巻きたいな。だこの間の後楽園で見たやんね、あんな弱いやつはタイトルマッチできねえよ本当は。そんな彼らの要望に応える形で三沢は 10.3 で世界タッグ戦を決断。だが 10.23 名古屋で三沢組が防衛すれば、武道館では再び三沢の2連戦となるため撤回。そしてタイトルマッチをね、2試合連続でやるとかね言ってますけどね、僕らはもうこれ一本絞ってるわけですからね。まあそういう風に言ってる人たちには負けるわけではないと思ってるし、ね、もうこれはもう社長とか抜きにしてね、やっぱ一人の選手としてね、そういうことは言っちゃいけないし、ね、やっぱりあまり一応平社員ですけど舐めてもらっちゃ困るっていうのはありませんね。これまでいろいろありましたけども、これから始まりだと思ってます。皆さん、今から1年前、三沢が怪我で欠場の間、全日マットを支え続けたのは紛れもなく小橋健太だった。三冠ベルトを奪い、29歳の秋山純とバーニング結成。2人は四天王時代に風穴を開け、新時代を築かんとした。その勢いは12月の最強タッグでも衰えることなく、見事初優勝。誰も小橋さんと一緒に爆睡します。見事優勝は小橋秋山組でした。いや、しかし上げた。三沢が復帰してから小橋は三冠戦2連敗。さらに今年6月の世界タッグ戦では兵エース番組にまさかの敗北。2人が目指した全日マット新時代の夢はあえなく志半ばで砕け散ってしまったのである。そんな2人が 10.23 世界タッグ奪回に臨む。タイトル戦線がね、遠ざかってましたし、僕たちはそういう気持ちでね、それぐらいの解散とかそういう、気持ちでねやってるってことを分かってほしいなと。勝たないと意味がなくなるっていうぐらいの気持ちで僕ら言ってるつもりですからね。なのにその他にね、ああだこうだ言ってるのを相手にしてるっていうそのとこ自体がもう僕らにとってはもうおかしいっていうかね、面白くないし、ね、まあとにかく一つに絞ってるっていうその力を、ね、見せたいし、十分見せれると思います。バーニングの1年間が問われるタイトルマッチ、2人は解散をかけてこの大一番に挑む。まともにいったんじゃなかなかチャンスが得られないから、相手の意表をつくとかね、そういう意味でもちろん丸藤金丸選手もそういうところをよく見といた方がいいと思いますよね。おっとダブルで三沢です。そして三沢がリングの中に入りました。小橋と三沢、三沢と小橋、エルボー逆水平。さあ三沢がロープ振った、帰ってくるところ、ドロップキック。
小橋が場外、三沢が距離を取って飛ぶか飛ぶか、よく見ている、リングの中に入ります。華麗なチャンピオンです。三沢そして若い2人、ん、持ってこいと、そういうジェスチャーです。ラリアット序盤飛ばします。バーニング小川が入ってきます。あ、そして場外だ、三沢であります。三沢が場外、全く動きません。全く、おっと、これは大丈夫でしょうか。ピクリ、あっと、今首を動かしました。いや、さっきの連携の技がかなり効いてますよね。特に最後にやったあの秋山選手の技がかなり響いてんじゃないですかね。さあ、小川が秋山を場外に追いやりました。現在三沢が前半で受けましたダメージ、まだリングの外で大の字です。ホイップして、あと秋山がストンピング。桃田さんが今日の勝負、どれだけ手の内を隠してこの相手を痛めつけられた。あと接触ホイップ、三沢の首がスイングする。あっと、バーニングは勝負を度外視しているのか、なんかそういう風にも見えますよね、これね。あっと、四方鉄柵を使って小橋がホイップ。これは完全に三沢選手を選手権を見立てて、少しでもダメージを与えるという雰囲気に見えますけどね。あっと、パッと場外でエルボーです。エルボーです。三沢大の字。そしてリングの上では丸藤が一人捕まっています。逆水平、これも重い、なんとかこらえます。今三沢がやっとエプロンサイド、これも高い。あ、そして場外の三沢、首根っこのあたり、そして小橋が行く、全くまさに勝負は度外視。おお、本当に必要にいってますね。混迷する世界タッグ戦線、三沢新社長の考え、そしてバーニングの考え、ノーフィアーの考え。あっと、カウント2、丸藤よくこらえました。そして秋山です。ロープに振ってジャンピングにカバーに行ってカウント2です。三沢がなんとか赤のコーナーにたどり、桃田さん、今日三沢は出ていますか、試合に。まだ出てないですね。まだ正式な試合の権利がある選手はまだ出てないですね。まあ、途中でちょっとガチャガチャした時に入ってましたけども、実際にタッグして入ったのかっていうのはちょっと分かんないですね。そうですね。だけど三沢選手としてもですね、このまんまでいるとこの次の、要するにその選手権の時にまずいですからね、どっかで相手に多少のダメージでも与えないと、自分がやられっぱなしだと、試合に必ず悪い影響を与えますからね。そうです、丸藤が返してきました。金丸が上になってラクダがために入りました。それを振りほどいてコーナーに宙吊りです。金丸が対角線に走っていって、あー、顔面、顎の先端、首が逆に、丸藤の首が逆にしなりました。これは厳しい。あーっと、2位をあてがってきました。これもかなり危険ですね。危険ですね。1週間後に控えましたアンタッチャブルとバーニング、世界大会の試合でありますが、そのあたりにらんで両者激しくぶつかり合っています。丸藤が返しました。ここでお客さんから拍手が沸き起こります。秋山が出てまいりました。
ロープに振って、もう今日何発目でしょうか。丸藤の腰の骨が砕ける音、そんな音が聞こえてきそうです。逆襟固め、桃田さんとの話では、この三沢、正式な試合の権利がある選手としては出てきていない、そういう見方になっています。小川カットに入った、エルボー、三沢が入ってきた、エルボー、やり合う、三沢と秋山、三沢のエルボー、五冠王のエルボーだ。さあ俺に渡せ、そんなジェスチャーを見せました。ここでタッチです、ここでタッチ、三沢登場、エルボーです、ダイビングエルボー、そして小町にもエルボー。さあ秋山を対角線に振って、三沢が入って、エルボー、小川が足を絡めた、ジャンプしたのエルボードラップ。さあアンタッチャブル、手のつけられない、そんなプロレスになるんでありましょうか。エルボー、そしてバックドロップ、ここで打っていくか、打たせません、あっとエルボー、そしてタイガードライバー、打っていきました。三沢小橋のキック、ソバットバックを取った、あっとハーフネルソン、ハーフネルソン、そしてタッチです。小橋と三沢、試合の序盤、三沢リングの上か、あるいは場外、首を痛めています。ジャンピングに場内が一瞬チンとしました。ソバットバックを取って、もう一発、これは打たせません、三沢が打たせない、エルボーを打つ、毛先ラブイン、エルボー、エルボー、今の一発前のね、エルボー、アグの先端をきれいにクリーンヒットしました。あれノーシートを起こしますよ。あれこれタイガードライバー、リングの中央、脳震盪を起こしてるんじゃないか。ここで金丸がカットに出ました。小川に渡します、顎砕き、そしてエルボー、三沢の動きが戻ってきました。ロープに振ります。小川飛びついてスリーパー。さあ三沢、おそらく名古屋大会でも世界タッグのタイトルマッチ、こんなシーンが見られてありましょう。毛先エルボー、バックドロップ返します。そのまま上になりました。小川、おっと意地です。名古屋に、名古屋に、そんな風に風は吹いていきます。新真空丸めた、小川が丸めた、足を取ってそのまま丸めた、カウント2です。非常に勝負の序盤、この小川の動きが良かった今日のこのメインイベントであります。 DDT、ここで金丸にタッチに行きました。エルボーです。1回転、小川が飛んでくるところ、ドロップキック、コーナーマットにいます。しかしハイキック、小川の足が待っていました。ラリアット、エプロンサイド、秋山が走ってラリアットです。そのまま小川を投げました。カバーに行きます。カウントは2、20分が経過しました。混迷する世界タッグ戦線、果たしてどんな結論を見るんでありましょうか。丸藤、そして金丸です。モーさん、この三沢の考え、バーニングの考え、はい、ノーフィアの考えありますが、はい、バーニングにとりますと、この神聖なタイトルマッチ、もしダブルタイトルならタイトルを怪我してしまう、この考え方も分かりますね。そうですね、当然それはあると思いますよね、はい、さあ果たしてどんな決着を見るんでありましょうか。ハイアングルのボディアタックであります、丸藤であります。
さあエプロンサイドまで引きずってきました。ロープの力を使います。このあたり丸藤うまい攻撃を見せます。おっとそのまま体を預けてきた。カバーに行きます。カウンター2。よしだ。ボディースラム。距離ができて、あっと足が待っていました。金丸の足が待っていました。膝じゃなくて足を突き刺してましたからね。そうですね、口のあたりを押さえていました。前に落とします。距離ができます。決めるぞ。あっと飛びつきで出て2人がカットに行く。カウントがある、カウントがある。丸打ち返しました。抱え上げて、あっと変形のフェイスバスターと申し上げてよろしいんでしょうか。そうですね。さあここでバーニングとそしてアンタッチャブル。あっと小川をエクスプロイダー秋山ボディスラム。さあ金丸セカンドからトップへムーンサルト空中水面爆弾カウントスリー。金丸が丸藤を抑え込みました。いやー桃田さん、はい、最後の決まり方、これは若い2人に乾杯ということなんですが、この勝負を度外視したと申し上げてよろしいでありましょう。そうですね、バーニングとアンタッチャブルの争い、ほとんどこの三沢が同走することがありませんでした。そうですね、もう攻撃されっぱなしでしたね、まあ、リングの内外でも攻められっぱなしでしたんで、まあ、途中後半返したんですけどもダメージ的には多少残ってる部分があるんじゃないかなと思いますよね、はい、最終武道館では小橋秋山との対戦が控えています。大森高山です。これからのリング内での戦い次第によってはあるいは世界タッグ戦になる可能性も残されています。ヘッドバットストマックのあたり、さあブラッキング、今度は田上が入ります。ニュートラルコーナー距離を取ってダイナミックハイキックラリアットと田上の怒りが込み上げてきました。さあ貫抜き、貫抜きの体勢に入っている。高山を投げた貫抜きスープレックスです。今のキックの連携はいいですね。いいですね、さあブロックした、いいと田植えが浮いた、田植えの巨体が浮きました。さあ青コーナーのトップには大森、イサリヒック、田植えが弾みました。カバーに入った、ツーで返します。田植えヘルボースマッシュ。さあノーフィアはもう不覚を取るわけにはいきません。勢いに任せてこの流れに乗っていきたいノーフィア。ヘルボースマッシュ、田植えの体がまた一瞬浮きました。タウエ切り返してラリアットかわした、ハイキックもかわした、ミールキック、あっとこれは背中のあたりちょっと不完全でした。大森そのままカバーの体勢。大森にはアックスボンバーあるいはダイビングニーがあります。高山にはギロチンがあります。バックに回っている大森 DDT 重く落ちていきました。タウエの DDT です。田植えの怒りはまだ収まっていません。さあ今日2発目ののど輪か、押し打ちさせて、さあダブルのハイキックだ。エンゲさあアクソンバーの構えだ、走った顔面ハイキック、もう一回走ったアクソンバー、走ったアクソンバー、わーっと田植え立ち上がった。田植えも負けていない、田植えの意地、アクスボンバーを食らいながらもすぐさま立ち上がりました。いいですね、あの辺の要するにお互いの意地が、ね、ぶつかり合うのは、要するに大森選手もそんだけ一発やられても絶対行ってやるっていうね、そうですね、そういう気持ちが出てますからね、いいと思いますね。ただでは転びません。さあ今度は本田の高山ショルダーダックライ一度両方飛んだ、相打ち、あたしの打ち、3回目、あと今度はラリアットの打ちだ。両雄フラフラなって膝をついた高山、どっしり構える本田、エルボ打ちます、顔面を張ります高山、ヘッドバットの本田
ジャンピング投げ捨てる高山、高いヘッドバットだ、ジャンピングヘッドバット、高山が膝をつきました。バックヨット、バックヨット、バックドロップ、お今前頭を抑えました。今度はストマックのあたり、いいですね、本田選手も流れるらしいです。おめでとう、本田も気合がみなぎっています。今シリーズはアジアタックにかけている本田多門、バックに回っています。さあ、あのジャーマンが出るのか、あのジャーマンが出るのか、さあさあ輝いて大森カット、デッドエンドは打たせません。さあ田上が大森を場外だ。さあリングの中は本田と高山かわして、さあスリーパー、スリーパーの体勢だ、スタンディングのスリーパー、さあ腰を折って、さあどうだ、グラウンドに持っていくのか、そのまま今度は脇も固めて顎も固めています。さあこの体勢はどうだ、本田は逃げることができるのか、さあどうだ、ああたたき、ああゴーショング、ここでロング、高山が決めました。グラウンドの関節技で決めました高山。桃田さん、今のはどういう形なんでしょうか。今はですね、要するにあの腕が上がっていることによって呼吸ができなくなるんですよ、ただ首を遊ぶだけよりも、はい、より呼吸ができなくなるんですよ。ああそうですか、これは高山にとってはまた新たな一つの、もちろんあの首も決まってるんですけども、それ以上にもうあの息ができなくなるんです。そうですね、ああこんなもんだ、こんなもん、おい、あんなっても船じゃねえよ、世界タッグいや何でもね、練習だ練習、こっちはさ焦点下がってんだよ、ああまあ、ちょみんな頑張ってるからね、いい練習相手だよ、うん、どうしたら田上はすっかりおとなしくなっちまって、うん、まあ、不協和同士じゃねえだろ、うん、初戦を迎えようとしております。両コーナーいたしました、池田大輔そして柿原雅人です。おばの池田が今鉄柵を外しまして、さらに奥まで行きました。あと抑えて抑えて、ものすごい助走をつけて、あーとこで引く、とんでもない助走をつけました。大きく勝ち抜きを上げます。おっとおっと、しがおしがお、コーナーに立つ、コーナーに立ってくるっと回した、その間に人生は歩いている、拝みが立っています。新崎人生ブラインチョップを下ろした、命を、おっと人生を見つめながら拝んだ、とんでもない挑発行為、身を乗り出す人生。さあしがが返して、さあニュートラルコーナートップに立ってブラインチョップ、さらに対角線のコーナーに立つ、拝んだ人生、拝んだショルダータックル、バーッと膝、あまりにもクリーンに入ってしまいました。さあ青コーナーからは柿原、朝廷の構えを見せています。ストロークストローク、そして顔面を張った、倒した倒した、バーッといった、さあ掲げて膝に引くのバックドロップ、速い速い速いバックドロップ、さあこれで一気に決まってコーナーを投げるか、首が巻きついている、己の腕が首に巻きついています。いけ、さあ最後の一点、あー足から落ちた足から落ちた、さあこれで全員がどうなるか、うずくまっている池田が、うずくまっている、カウントに入る、あーさあどうなるか、あーここで時間切れ引き分け、時間切れ引き分けのゴングが打ち鳴らされました。公式戦30分日本勝負は両軍譲らず決定。 10.3 で三冠戦三沢対ベイダーの模様は通常より番組枠を拡大してオンエア、実況は5年ぶりの復帰となる若林健二、現在はその資料整理に追われる毎日、一体どんな実況が飛び出すのか。さらに全日本プロレス中継ホームページでは現在幻の名勝負を配信中、 10.18 に公開されるのはご覧のカード、詳しくはホームページで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ダメージで持ってたらね、気持ちで負けちゃうよね。